大都市山遺跡公園は、兵庫県神戸市樽見区にある遺跡公園。2012年2月29日、神戸市指定記念物に指定されている。もともと山田川近くにあったとされる大都市神を祀る大都市神社があったために、大都市山と呼ばれていた地である。なおらしのの発掘により、縄文時代の土器が出土した。この土器は、 縄文時代前期の土器の標識遺跡として知られる。その後も、旧石器時代、縄文時代、弥生時代と様々な時代のものが出土して、石器時代の人々が同じ地に長い間暮らしていたものとなされている複合遺跡。公園内には1972年に復元された弥生時代の縦穴住居と大都山二号墳と名付けられた。 全長37メートルの古墳時代後期の前方公園墳が復元、整備されている。1号墳は住宅開発で渦漏れてしまい、詳細は不明。弥生時代後期の集落と大都市山2号墳を含む遺跡の中心部を神戸市が買い取り、1974年に遺跡公園として開園した。出土した土器は精神ニュータウンにある。 神戸市埋蔵文化センターで展示されている。また、周りは、開発によって、大都市山が削られて遺跡が、高台になっていることから、明石海峡大橋を望むビューポイントとして、カメラマン等が訪れる。2012年2月29日、神戸市指定記念物に指定されている。大都市山、遺跡、明石原人の発見者として、著名な考古学者、直お忍氏が、 この遺跡から出土した縄文時代の前期の土器を1926年に学会に紹介しました。この土器は大都山式土器と名付けられ、今日でも近畿地方を代表する縄文遺跡に一つとしてよく知られています。その後、幾度かの発掘調査が行われ、縄文時代の土器や石器の他に旧石器時代のナイフ型石器や弥生時代前期の土器、 後期の土器や縦穴建物跡が見つかりました。また古墳時代には前期の円墳や後期の前方後円墳も築かれました。この遺跡が存在する丘陵一帯が1968年頃に宅地造成され遺跡は消滅の危機にさらされましたが多くの人々の努力で遺跡の中心部約4300平方メートルを神戸市が買い取り、 1974年に遺跡公園として開園しました。神戸市教育委員会大都山古墳出土品神戸市立博物館展示。ありがとうございます。